しまつけ。このまま見学を。はいですね、今回の、栃木江戸料理授業をですね、実施するに至った背景を少しお話。栃木の町って歴史を大事に、時の町並みを大事に町づくりをしてるんだなっていう。大根の素揚げです。かまぼこ型に切った大根の素揚げと、こんな大きく大根を切って、下というふうな下です。ですけれども、お豆腐の料理。共に江戸料理といっても、なかなかイメージしづらいところであります。この種類、その大根の種類に合わせて、ありがとうございます。これ、今日見ていただいた